授業中ってなんか人の話聞かずに書いてる子いっぱいいてるんで、はい、それに集中してしまって、はい、頭に入らない。皆さんこんにちは、本チューブです。今回はノートの取り方一つで子どもの学力はどんどん伸びるをお書きになりました津崎雅宏さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では内容をご説明いたしましょう。勉強しているのに成績がなかなか上がらないのはノートの取り方や使い方が原因だった。灘中合格者数日本一の浜学園で支持率ナンバーワンだった塾講師が教える学力を決める最強アイテム、ノートの取り方を徹底解説です。ノートの取り方っていうのがイコール授業の聞き方なんだという、はい、へー授業中ってなんか人の話聞かずに書いてる子いっぱいいてるんで、だからそこはちょっと考え直しましょうっていう、はい、ノート、その板書ですよね、板書を写すことで満足しちゃうっていうのは確かにあるなと思って、はい、それじゃダメ。どうしても書いていると、うん、当然先生の大事なことを書いているから黒板って、はいはい、大事は大事かもしれないんだけど、うんうん、どうしてもそれに集中してしまって、はい、頭に入らない。そのまず書いてることが頭に入らなかったり、うんうん、あとはそのどうしても先生って喋りながら書いてる人もいて、はい、います。その大事なことも抜ける可能性も多々ある。どういうノートがいいっていうのはありますか？いくつかポイントって、ね、見るポイント、見るポイント、うん、見るポイントっていうのは、うん、まずこう色が鉛筆となんか赤鉛筆、赤ペンで、うん、単調になんか2種類だけでしかずっと書かれてないのとかいうのは、うん、ちょっと疑ってかかりますね。へぇー、はい、2色だけだとダメ。2色だけって、2色っていうよりかはその綺麗すぎると単調というのは、うん、まあ、要は自分のなんか回答を書いている、自分の考えをここに落とし込んでいる。やっぱり赤ペンに書いてる子たちっていうのは、まあ、基本ほぼほぼ丸写ししてるんですよ。へー、だからまあそこって、まあ、場合によっては価値のある丸写しもあるんだけど、うん、やはり頭に入ってないないなと。だったら時間の無駄なので、うん、いいノートだと、うん、そこがちょっといろんな青が入ってたりとか、例えばなんか単調に書いてるんだけど途中で、ああ分かったと思って急いでそこさっと慌ててひらめいたから答え書き始めてるとかその雰囲気がバカ。じゃあそういう子たちでなんかここに消しカスの残りがちょっと挟まってたりとか、うん、あ、なんか格闘した跡があるんだなっていうのは分かる。そんなのあるんだ。でも言われたらそうかも、はいはい、その子たちの勢いがもうそこに分かります。残ってるんですよ、うん、温度感みたいな、はい、すごくあぐさって感じだったんですけど、親のやってしまいがちあるある、はい、親として子供に声をかけるときに、はい、ちょっときちんと板書してきなさいよって言っちゃってる。写してきなさいよって言ったら、勉強苦手な子は写してくることが 100% 仕事だと思って、完全に頭と耳がうるすぎます、うん、丸をつけるのもダメ。お母さんが丸をつけるのまずいのは、うんうん、一番怖いのは、間違えた問題は、まあ、いいんです。罰っていうことに対してお母さんも子供も、はい、その間違えた、まあ、間違えた理由はいろいろですけど、はい、まあ、共有はできます、うん、ただ丸にしてしまった瞬間に本当にその息子さんは娘さんは分かってないかもしれない、もしくはまぐれでできたかもしれないのに、それをもう蓋をしてしまうことになって、子供に任せよ丸付けはと思いましたねそれを見て、はい、そしてこの本の特徴としてかなりそのなんていうんですか、実際のノートの解き、はい、ノートでの解き方ですとか、はい、図の書き方などの説明が多かったのですごく分かりやすかったなと思ったんですけれども、はい、あるあると思ったのは、はい、円の円弧っていうんですか、弧の書き方がアイスクリーム見たくなっちゃってる子がいるっていう話で、はいはいはい、ああいうのってどうして起きるんですかね。図じゃなくて絵を描いて、あれ雰囲気で描いてる円ってこういうものだみたいな。そうです、雰囲気で描いてます。だから雰囲気で描いてる子がいてるんで、例えば大きさのバランスがおかしいです。例えばこう建物の、うん、があって、はい、人が横に立ってて、はい、でなんかな
身長が何メートル、はい、建物の高さ何メートル、はい、で影が何メートルとかいう問題があるのに、うん、なんかノートに書いてたらそのバランスがすごいおかしい。アイスクリームのね、その、うん、ほぼ結局三角にちょっと円のここがあればいいだけなのに、はい、もこっとつけちゃうんですよ ね、 すね、ここに円が乗っちゃってるみたいな。乗っかっちゃいます、乗っかっちゃう、はい、いや小学生あるあるだなと思いながら、うん、だからそれも円の問題をたくさんがテーマになってるので、うん、円って何が重要かっていうことを常日頃から念頭に入れて勉強していれば、じゃあ中心、これの中心ってどこよって考えれば、うん、はい、おのずと分かるよね、うん、まあ、分かるっていうか、まずおかしいって気づくよねっていう、うん、今回ですね、この本に、うん、特別な付録がついているということで、ノートの書き方の解説をしたね、プログラムなんですよね、はい、ちょっとここにサンプルなのであるんですけど、はい、これどういうことですか、ちょっと説明してください。授業のノートの書き方の例ってあるんですけれど、これはですね、はい、まあ、ある問題に対して、うん、子どもたちがこう、はい、まあ、自分で宿題ノートに自分の答えを書いてきてるんですけど、最後までたどり着いてないんですね。ここまでしか書けてないんですよ、この子は。図しか書けない。うんうんうん、でその後数字、何分後でしょうっていうこの最後の質問でまでたどり着けていない、うんうんうん、答えまでは出せなかったってことですね、はい、でもこの子のものすごくいいところは、うん、図は自分でまず書いているし、うんうん、あと何よりも自分が何がわからないのかっていうことを書いているんです。あ、回答を丸写してるっていうよりかはしっかり、目と耳と働かして自分の足りないところをしっかりキャッチしてる。ノートの取り方一つで子どもの理解力、集中力、思考力が向上します。学校で教えてくれない成績が伸びる子に代わるノートの新常識満載です。ぜひご覧ください。本日ありがとうございました。ありがとうございました。